はい、それでは続きまして山下様よろしくお願いいたします。奈良県はですね、新人候補が現職を破ったという例は昭和26年以来ないんですね、知事選挙において。で、現職の知事か現職の後継候補が政党や団体の支援を受けて、知事になって、県の行政を司ると。で、知事になっている方は中央官僚か県の職員出身という、そういう体制がずっと続いてきているわけです。でしかしながら先ほど来申しているように今の奈良県は人口は15年連続で減少し借金は1兆円を超えています。県民1人当たり80万円です。で、しかも当然人口減ってますので税収も減っていると。で、県内の雇用も減っていると。そうした中で、県民の満足度は全国最下位。この自利品の県政をこのまま続けていいのか、それとも新しいアイデア、発想、そして行動力のあるリーダーを選ぶのか、そうしたことが問われている選挙だと思います。で、現在の県政はモノレールのを一旦、若草山のモノレールを推進すると言いながら棚上げ、また関西広域連合に不参加と言いながら部分参加ということでですね、だんだんほころびが見えてきているんじゃないかというふうに思います。この自利品の奈良県政、奈良県の状況はですね、しがらみの多い政治では変えられないと、そういうふうに思っております。政党、団体、組織のとの協力は、協力連携はしつつもですね、そうしたところに任せっぱなしにするんではなくて、県民自らですね、知恵を出し、そして行動を起こして、オール奈良県民でですね、奈良県を良くしていくと。そう、県民一人一人、あるいは県内の企業一社一社のですね、力を結集して、今までのどちらかといえば守りの奈良県から打って出る奈良県へと県政を刷新できるかどうか、それが今回の知事選挙で問われていると思います。それでは、最後に岩崎様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私が一番訴えたいのは先ほども言いましたとおり学年都市です。結局のところ何をやったってシンガポール人が月36万20代で韓国が25万日本が22万で16万の中国がどんどん今上がってるわけですね。でシャープを見ても分かりますがもうとてもじゃないか勝てるはずがないわけです。なんでこんなことになるかというと私も分かってるんでシャープには会社作ったのが今から18年ぐらい前なんですけども、ビデオチャットみたいなものを持って行ったんですがほとんど相手にされないわけですね。なんでかというともう完全に新しいものをしようという気がないわけです基本的に。なのでもうそういうのを生み出した教育システム全体が嫌気をさして先ほども言いましたけども奈良の満足度が低い。それはそうでしょう。私も嫌気させてこんなアラブだとかシンガポールとか行って今回どうしても頼むから出てくれと言われたんで私は出るだけです基本的に。なんでかというと貧乏なりすぎて選挙費用も自分で出せないわけですねみんな若者は。そんな状態で先ほど言った通り私の家も代々の武士だったんで仕方がなく犬飼通信もうちのひじいさんの友達だったんですけどもそこの書があるわけですよ基本的に515で。なので出てきたんですけどもじゃあ何をするかと言いますと先ほど言った学園としてどうやってやるかと言いますけども今までのネット選挙まだネット選挙じゃないです。今回本当の意味での C4I 型のネット選挙ってのをやります。これどういうことができるかというと先ほど、初手で多分来週分かります。なんで私が輝く男って言ったかというのを、夜中ポスター見ればすぐ分かります。輝きます。それだけじゃないです。私が配るチラシは女性にとってみれば皮膚のチェッカーになります。そして皮膚がんで悩んでる人になりますと私の親父は皮膚がんでなってここちょっと切ったんですけども、そういう防止もできます。なんでそんなことができるのかと。できるなぜかというと科学技術です基本的に。要するに大和がもともと発展したのは渡来人ですね。その力東照大地のガンジモーションもそうなんですけども大仏だろうが法律だろうが海外の力を生かすことによって大きくなったわけです。そして私の力はこういう形でアメリカだとかシンガポールだとか UAE だとかでは生かされましたけど日本では生かされなかった。でもここまでギリギリまで追い詰められたんで今回は私は最新鋭の選挙技術を持って帰ってきました。それが政策といえば政策かもしれません。ありがとうございました。はい、皆様ありがとうございました。それではここまでテーマにつきまして皆様からご発言をいただきましたけれども、ここでですね先ほどの討論会の場でございますので、皆様からのご質問とそれに対するお答えの方をいただきたいと思いますので、ご質問のございます方は挙手見てよろしくお願いいたします。はい、それでは、山下様よろしくお願いいたします。まず岩崎候補にお伺いしたいんですけれども
そのまあ学園都市構想のちょっと具体的なイメージがわからないです。でそれを実現するためにそのネット選挙とかポスターに当たるとか海外の力を生かすとかちょっとどういう関係があるのか教えてほしいです。あと皇居の移転っていうのはこれは国の事柄ですので、7県の知事選挙で訴えることにどういう意味があるのか教えてください。それからリニアの王子駅ですが、南回りでかなり大回りになります。そうしますと工事費もまた所要時間もより長く直線の場合より長くかかりますのであまり合理性がないと思います。この3点についてをご見解をお聞かせください。それでは、岩崎様、以上3点につきまして、ご回答の方よろしくお願いいたします。まず学園都市ですけども、今もし教育を学校を動かそうとするとまずさっきの話なんですけど文部科学省を動かさなければそんなことできないです。時間がかかりすぎて。しかし学生寮を使って例えば外国人がシェアハウスの中で日本に入ってますけどそれならば土日だったり夜間だったりで勉強したい人間はできるわけです。それが学園都市のやつです。分かりやすく言うともう空き家になっている土地に海外から金を持ってきてそこに自立分散型エネルギーや EV を派遣したり水耕栽培を投入する形によってその新しい技術ですねを学ぶという形になってくるわけです。なのでこれは先ほども言った通り学校で何を教えてももう無理なんです。もうエントロピーって言いますけども煩雑性が非常に大きくなりすぎたんで所有を作ったり会議に忙しすぎて先生を生徒を教える時間がないわけです。でこれをもう一回行政的に動かそうとするとまた時間がかかるんでもう後手後手になってしまうわけですね。今すぐ何とかしなければいけない。例えばそこに自立分散型エネルギーやそういう備蓄の要するハイテクス炊飯とかを投入しておけば今停電があったとしても今地震があったとしてもそこの学生たちだけは守ることができるわけです。これが学園都市です。で本当にできるかどうかは私の事務所に来ればその最新鋭の機材であふれてます。私はそういうふうにして作ったわけです。で2つ目の皇居の問題なんですけども、米軍の基地で今沖縄が揉めてますね。あれ国が決めたわけですね。で現地の人たちは反対してるわけです。これ私現地 の要望を無視してやるのは私間違ってると思います。で逆に言うと今回奈良皇居の場合は奈良が来てほしいという県民が私を選べば私は言います。来年2600年体制もし来られたらでも来るなって言うんだったら多分来ないと思います。結局のところ判断は誰がするか国がするか。国っていうのはじゃあ国いつ待ってたらそれ危機対策するのかってやつですね。私は阪神大震災あるいは東日本大震災が起きる正確な年間をドラマ原発震災で作りましたし、これはテレビでも流れましたけども、放射能が感知されればすぐツイッターやメールで行くシステムを作ってたんです。これ地震の前です。基本的に東電にも言いました。でも結局私に力がないし私海外生活者なんで結局言うこと聞いてくれなかったわけです。で今回もかなりやばいところまで来てるんですけども、もう今回最後のチャンスです。やるんだったら先ほど言ったとおり、たとえ小規模であろうが中規模であろうが大規模であろうが合ってれば少なくとも私が言ったことは正しいということが分かるわけです。そこから加速させればいいわけです、基本的に。で、たとえもし来なかったって先ほど言ったとおり、危機管理っていうのは、私は碇町役場にいたんですけども、最初にそこを辞めた理由は、阪神大震災の時に援助物資を持っていく部隊の指揮を取ったからです。その時に芦屋の市役所行ったらもう担当者はボロボロですし電気はもう切れてますしそれから道もずさずだったわけですね。で改善策はやったんですが役所内部では限界があるんでやめたわけです、基本的に。で最後の、大回りですけどもこれわざとです、基本的に。もし北回りに行った場合例えば大仏っていうのは奈良だけにあったわけじゃないです。京都にはでかい大仏があったわけです。それが大地震で壊れたわけです、基本的に。そんで結局もし今北回りの滋賀から、新大阪のラインが地震かなんかで壊れたらバイパスがなかったら非常に困るわけですね。だから私はバイパスルートとして南部の方ですねわざと回す必要があると言っているわけです。これは基本的にもし私が言うように名古屋から三重を通って大城を通って堺を通って神戸へ行くんなら北側がもし潰れた場合でも南側は残るわけです。そしてもし南側が壊れたとしても北側が残るわけです。これは経済合理性で行くのかそれとも要するにあれですね、これから気候変動だとか、氷河期だとかが発生する場合の危機管理ですね。要するにもう内容が違うわけです、基本的に。で、その今までやってきたその経済第一主義がもう限界に達したのが現在だと思っています。すいません。はい、ありがとうございます。山下さん、岩崎様のご説明の方がいただきましたけどもいかがでしょうか。特にございません。ありがとうございます。それでは、続きまして、ご質問のございます方、挙手にてよろしくお願いいたします。それでは山下様よろしくお願いいたします。では谷川さんにお伺いします。まあ、関西広域連合は経済界が主導しているからダメだという、暮らしが二の次三の次になってしまうからダメだということなんですが、なぜその経済界が主導したら暮らしが二の次三の次になるのか、ちょっとそこに論理の飛躍があるというふうに思います。
確かにその関西の経済界も関西広域連合を推進している立場ですけれども、やはり構成メンバーは都道府県と政令市の都道府県と政令市となってますので、やはり それぞれの その自治体がですね、メンバーになっております。ですから、関係で必ずしも主導しているわけではないということと、なぜその関西の経済界が主導したらいけないのかちょっとよくわからないです。それから、公益連合の議員が直接選挙で選ばれてないということもおっしゃいましたが、例えば奈良県の後期高齢者の後期高齢者医療の公益連合もですね、これも議会は間接選挙で選ばれています。直接選挙で選ばれた議員さんをまたその間接選挙で、その議員さんたちが代表を選んでいるということでなんで、こういう公益行政を担う自治体はある程度そういう間接選挙になってもやむを得ないというふうに思いますが、この2点について、ご見解をお伺いします。はい、それでは谷川様、以上2点につきましてコメントの方よろしくお願いいたします。はい、関西公益連合については、繰り返しになりますが、私は参加はしないという立場です。関西経済連合会 のホームページをご覧いただけたら、いろいろ載っておりますので、私が言うのもなんですが、見ていただけたらなと思っています。この関西経済連合会が、提唱したということも書いておりますが、この関西、経済連合会が、どういうことを主張しているのかということが大切だと思っています。一つは、リニアの新幹線の、東京大阪同時開業ということ、JR 東海が事業したいと、言いつつもですね、これは要求してはるということと、あと、原発ですね、これを、再稼働を容認をしているということで、私は今日このバッジがありましてね、これは福島の友達にもらったものなんですが、ノー原発というふうに掲げたバッジをつけておりますが、やっぱり命と暮らしを守るということと、この原発ということは天秤にかけられないわけですので、この原発再稼働を、言っているということと、あと消費税の増税も安倍内閣に対して要望しているということと、このアベノミクスでたくさん利益を上げるということが大事だということも述べていますが、やはりどこをとってもですね、じゃあ私たちの暮らしがどう良くなっていくのか、福祉や医療がどう良くなっていくのか、全然明確にはならないんですね。で、先ほど山下さんもおっしゃられていましたが、関西圏の経済が発展してこそ奈良があるというふうに言ってたんですが、私は奈良に住んでる人たちが住み続けられる、働き続けられる、そういう環境を作ることがすごく大事なんじゃないかなと思っています。それから関西広域連合 の議会でありますが、これ定数が20だったと思うんですね。で、参加している滋賀県を見ますと2議席なんですね。で、奈良県 の議会が2つの党だけではないですよね。ここも問題だとは思うんですけども、いずれにしても私たちの暮らしがどう良くなっていくのかということよりも、この経済界、特に大企業のさら、なる利益のために、この奈良の人、物、金というですね、財産が大都市にますます集中していくのではないかと思っています。荒井知事も徳島でしたか、関西広域連合に部分参加ということで、どれぐらいお金を出しているのかっていうこともお話をされてたと思うんですが、2800万円なんですね、徳島が、関西広域連合の負担金といいますかね、2800万円くらいならっていうことで入ることを決めたと言ってたんですが、この発言も大問題だと思うんですね。2800万円って少なくないですよ。
で、子どもの貧困予算で言いますと160万円しかないわけですから、まあ、ここは立場的にも、まあ、逆立ちしてるんじゃないかなというふうに思っています、と思います。はい、ありがとうございます。山下様、谷川様のお弁当に対しましていかがございますでしょうか。そのリニアの誘致とか原発の再稼働の是非とか消費税の増税の、まあ、是非とか、まあ、それとちょっとその公益連合は関係ないと思うんですね。その主張が気に入らないから、そういう気に入らない主張している団体が主導しているから嫌なんだっていうのは、なんか坊主憎けが今朝まで憎いみたいなちょっと議論に聞こえます。それから、まあ、奈良に住んで働き続けるっていうのは、それはもちろんいいんですけれども、要するに奈良県には雇用の場があんまりないわけです。で、多くの方が大阪や京都にお勤めに行かれていると。その現実を考えたら、奈良に住み続けるためにもですね、やっぱ大阪や京都の職場を増やすということは私は大切だというふうに思います。それから広域連合議会の議員の数が20分の2ということですが、奈良が参加すればですね、定数自体が増えると思いますので、2ではなくなってもっと増えるはずです、それから2800万円云々という話をしてましたが、今奈良県はですね、関西広域連合に医療の分野では入らないと。で、その代わりドクターヘリを単独で整備すると言ってます。で、ドクターヘリを単独で整備するとですね、大体年間の経費2億かかるんですね。で、関西広域連合に加盟をして、この共同運行に参加すればですね、大体滋賀県と奈良県と大体人口一緒ですね。滋賀県大体負担金ドクターヘリに関して5000万なんです。ですからどっちが得かは明らかだというふうに私は思います。以上です。はい、ありがとうございます。今回の公開討論会、公平中立の立場で行っておりますので、ぜひともですね、岩崎様、谷川様、ご質問の方ありますでしょうか。もしございましたら、ご質問で、ご質問をよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。テーマにつきましては、こちらにご用意させていただいたテーマは以上でございますので、今は質疑応答という形で、行わさせていただいております。せっかくですので、それでは矢崎様よろしくお願いいたします。じゃあ、まず、山下さんにお聞きしたいんですけども、芸能界や、温泉組合の場合、後から入った人間、生涯兄弟子に頭が上がらないというのが、この世界の掟なんですね。で、私中学の時に水バスケ部に入ったんですが、私プライドがちょっと高いところがありまして、どうにもパシリに我慢できなくなりまして、2年生で水泳部を作ったことがあります。いかにか中学校でも同じようなことがありましてやめたんですけども、そういう日本も、いいとは言いません、決していいとは思いませんが、先輩に頭が上がらない、つまり末席になるというのは全く発生しないと考えてよろしいですかね。国連でも日本は金はだいぶ払いましたが、未だに常任理事国になる目処が立たないわけですね。やっぱり何でかっていうと、多分今最後に入ったからですね。最初から入っていれば、多分国際連盟の時は日本は常任理事国だったんですね。第一次世界大戦の勝ち国だったから。そのあたりお願いいたします。それでは山下さん、よろしくお願いいたします。広域自治体である関西広域連合と、芸能界の全組合は違うだろうというふうに思います。で、政令指定都市ですね、大阪、京都、神戸、堺、この4つの政令指定都市は後から入ったわけですが、特になんか不利益な扱いを受けているというような話は聞いておりません。じゃあ、国連はいかがですか。国連と広域連合も違うと思いますし、その日本が常任理事国になれないのは別に後から入ったからとかそういうことではないと思います。やっぱりなかなかその第二次世界大戦の敗戦国であるということと、やはりその日本が常任理事国になるということについての、諸外国からの支持がそれほど集まっていないということなので別の問題だと思います。はい、ありがとうございます。発言に対しましては、こちらから話させていただきますのでよろしくお願いいたします。岩崎様、先ほどの返答に対しまして何かございますでしょうか。じゃあ次は、谷川さん、財源はどう考えてますでしょうか。それでは谷川様、よろしくお願いいたします。財源については、県の予算が4700億あるわけですので、これはどう使うかということは政治の責任だと思っています。私は第一に命と暮らし守ると、このための予算はどれだけ
県の予算が大変ということはありますし、借金が増えているという問題もありますが、やはりそこに住んでおられる方々の暮らしが良くならなければ税収は上がってこないわけですから、財源は、大型の不要不急の公共事業であったり、いうところから、取ってくるということが大事だと思っています。財源はあるということで、そこで、どう財源を作っていくのかっていうのは政治の責任であると思っています。一つだけ言いますと、私先ほど言いました子どもさんと、障害をお持ちの皆さんと、そして一人親家庭の皆さんの、今これは福祉医療ということでまとめられているんですが、窓口での一旦立て替え払いをなくすと言ったんですが、これにかかる予算としては3億円なんですね。少なくない金額ではありますが、県の4700億からしますと 0.0006% なんです。1000円あったら6円ということで、ここも政治的な判断がいると思いますけども、やはりそこを大切にできる県の政治が今求められているんじゃないかなというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。岩崎様、谷川様の発言に対しまして、何でございますでしょうか。先ほど見せたこのエコビレッジですね、南の方の、ここにうちに写っているのが山脇正俊さんという方で、山脇大将ですね、旧貴族ですね、昔の家族の山脇正隆さんのお孫さんになります。日本のシンドラとも言われたの杉原さんの上の方の方なんですけども、で奥さんがスイス人なんで今スイスの方に住まっています。私の方の、私先ほどのブルナーゴというのは、トイレが2つぐらいある EV 線なんですけども、シンガポールの方でも200年ぐらい前かなくらいやっている東日本東インド会社経由の、ヨットハーバーに行っているんですけども、結局、日本の場合もとことんまでダメになってしまったんで、賢い人がまずノーベル賞じゃないですが流出していると。もう一点言わせてもらうのは、金持ちが出ていっているということです。なんでかというと、みんな絶望しているわけです。で結局先ほどの話じゃないんですけども、財源はって言ったら、不要なやつを削ると、同じようなことを民主党が言って政治を取って結局何もできなかったという形があるので、あきれて本当にこの財源が出てくるのかっていうのがどうもピンとこないでしょうって言って、不要不要なものを削れば確かに浮いてくるかもしれません。しかし逆にそれで食ってる人もいるわけです。だから結局そちらの方に幸せがいくんじゃないのかなっていう気が私はしました。はい、ありがとうございます。それでは、続きまして、ご質問ございますか。はい、谷川さん、よろしくお願いいたします。山下さんと、岩崎さんに同じ質問を、したいと思っています。ちょっと3つあるんですけども、いいですか。はい、それでは3つの質問に対しまして、お二人にお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。1つ目はですね、今、安倍内閣が集団的自衛権行使容認の閣議決定をした上でですね、それを具体化する法律を作ろうということで動いていますが、一つは、戦争はしない、武力は持たないと決めた憲法9条について、どう思っておられるのかということが一つです。それから、安倍内閣は2017年の4月に消費税を 10% にするということを、延期ですね、延期ということで、実施するということですが、この消費税 10% への増税についてどうお考えになられているのかということと、あと最後は一つですが、今原発の問題ですが、全国で稼働原発がゼロということで、この再稼働が、経済界からも強引に進められようとしているわけでありますけれども、この原発の再稼働についてどう思っているのかということをお二人にお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、お二人にお答えいただきたいと思います。集団的自衛権について、憲法第9条につきましてという点と、消費税 10% の増税に関する件、そして3点目が原発の再稼働についてなんですけども、それでは山下様の方からお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
まあ、いただいたテーマに関してもちろん僕の考えはあるんですけれども、今回奈良県知事を選ぶ選挙でございますので、国政選挙ではないので、今ここでそうしたテーマについてですね、議論するのは、今回のその奈良県知事選挙の公開討論会の趣旨には合致しないというふうに思いますので、回答は控えさせていただきます。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、岩崎様、よろしくお願いいたします。はい。基本的には先ほどの話に戻るんですけども、原理は変わらないですが、原則は変わります。ね、この場合の原理、先ほども言いましたけども、今どんなに学校をやっても多分教育良くならないです。なんでかと言いますと、悪いのは学校ではないです。社会です。社会全体がインターネットだとか、携帯電話だとか、いろいろなものがグローバル化が進んで、世の中の政治、社会を変えなければいけないのに、ここ2、30年にも全く変えてないわけですね。その最たるものが選挙です。30年前の選挙と現在の選挙は何が変わったかって話ですね。選挙が変わらなければ当然政治家も変わらないわけです。だから、下り官僚だとか世襲だとか、もうシンガポール人だとか、アメリカ人から見たらこの国に大丈夫かなという形になってきてるわけです。そして先ほどの話に戻りますけども、救助ですね。これはっきり言ってしまえば、時代とともに変えなきゃいけないというのは、これはこれで理にかなっています。じゃあ現状を変えるべきかというと、私反対です。理由は何でかというと、エントロピー、煩雑さが増大するからです。今変なことをすると、要するにはですね、もう職員のもう労働力が限界の時に改革なんかしたらすぐに潰れます。なんでかというと、まず最初に私は斑鳩町役場に行った時に文書管理の仕事をですねやった時に最初にやったことが B1 を廃して A1 に統一することです。次にやったのが書庫の整理をして18トンあった書類を9トンから10トンまで減らしたことです。まず全体の量を減らし、そして次に予算を取って文書保存箱をしてコンピューター化を導入して、そして全体の労働生産性ですね、要するに今までこうやってドズミになったやつがすぐ出るようにしたわけですから、やれば基本的に無理なく改革ができるという形です。だから先ほど今みたいに救助みたいなやつを動かすと全体が動きますんで、より多くの出費が出て、より多くの人が精神的に参ってしまいます。同じ理由で消費税 10% も反対です。今そんなことをすれば幸せを送るところがガタガタになってくると思います。下手したらもうそれこそなんか最近変な事件が多いですけども、そういうのが頻発して、税収は上がるかもしれませんが、生活保護だとか犯罪だとかが増えて結局元の木阿弥になる可能性があります。で、原発の問題はこれは非常にややこしいんですけども、これも爆発の分かってたんですけども、結局なんで身動き取れなくて、今もう4年経ったわけですね。4年経ってなんで動かないかというと、これ金融の問題と重なってるわけです。要するに多くの人は年金をもらってるわけですけども、原発電力会社が社債を発行しているわけです。そして今資産計上されている原発がこれ不良債権になると銀行が債務超過になるんで、結局その社債ですね、年金ファンドが持っているやつが崩れてしまうわけです。ですのでこのあたりのエントロピーですねを変える形にする必要があると。じゃあ結局どうすればいいかというと、まあ、こういう形のプレミアム商品券だとか都市鉱山ですね、水素発電機の場合はプラチナとロジウムを使います。リチウムの場合はリチウム、コバルト、ニッケル、クロムを使います。これは基本的には全て残ります。職場に使っているだけですから、そうやって科学技術の発展によって株分けをすることができます。なんでこんなことを言っているのかというと、今の状態で日本が財政が破綻するとお金はスイスだとかシンガポールだとかアメリカだとかオーストラリアとかに流出してしまいます。しかし国家内国家ですねを作ってしまえば、先ほどみたいに学園都市みたいなものを作ってしまえば、おそらく日本が危ないとなってもエネルギー通貨システムに切り替えることができる。ここセンターですね、プレミアムセンターも。私だったらこれ外国人に売ります。なんでこれを外国人に売れば売るかというと、 15% も引かれるんだったら関空で多分中国人やインド人が買います。そしたらその商品券を多分奈良県で買おうと思います。京都や大阪で買い物をするのではなくて、同じく奈良に来るわけですから、東大寺だとか法隆寺だとかにもドン・キホーテとかもあるわけですから、そこで買い物すると。全てにおいてこんな形でもう、一言で言えばもう誰が少なくとも現職70歳なわけですから、もう改革なんて難しいわけです、基本的に。正直言って、でも外国人から見た選択と日本人から見た選択がいかがなもんかっていうのが今回問われているわけですね。だから先ほどの話に行きますと、救助は今の現状でやると社会が持たなくなる可能性があるので反対です。消費税 10% やるとより弱いところに幸せがいくので反対です。で、原発は稼働するべきかしないかというと、絶対に稼働しない方がいいと思います。なんでかと言いますと、もう4年動かしてないわけですよ。私船持ってるから分かってるんですね。結局排水溝とか全部今モーダとか富士坪だからいっぱいいっぱいなんですけど、今もし動かすととんでもないことが起きると思います。そんなことはみんな現場の人間は分かってるんです。現場の人間は分かってるんですが、上の人間が分からないんです。そこが一番の問題点です。以上です。はい、ありがとうございます。それでは谷川様、お二人の意見に対しまして何かございますでしょうか。岩崎さんからはお答えがあって学ばされることもあったんですが、
まあ、山下さんの方からは、知事選の、まあ、趣旨には、そぐわないということで回答いただけませんでした。これは非常に残念だと思っています。今奈良県の政治を進めようとしますと、やはり国とどう国との関係が大きく問われてくるわけでありますが、例えば平城宮跡の舗装の問題が今大きな問題になっていますが、強引に進めるこの国営公園化の問題ですが、国と県で1000億の税金使うということですので、これを反対中止ですね、させようと思ったら国に対してものを言っていかなければいけない問題だとも思っています。憲法9条についても消費税増税についても原発ゼロという再稼働の問題についても、やはりこの奈良県知事が命と暮らしをどう守っていくのかという基本的なスタンスの問題だと思っています。別に争点がどうとかではなくて、スタンスの問題としてお聞きをしたんですが、お答えいただけなかったということで、また機会があればお聞きしたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご質問も尽きないことだと思いますけども、残念ながら、お時間の方が、来てまいりました。それでは最後に、皆様より一言ずつ、この選挙に関します、意気込みの方を、いただきたいというふうに存じます。それでは、山下様の方からよろしくお願いいたします。奈良県の県民はですね、先ほども言いましたように県外で働く方が非常に多いという特徴がございます。で、それがためにですね、その地元の奈良県政には必ずしも関心のない人もですね、都市部を中心に多いわけですね。しかしながら、そのいわゆる奈良府民と言われる人であってもですね、老後を過ごし、また子供や孫を育て、あるいは病院で診てもらうのは全部奈良県なわけでございます。もちろん大阪の病院や学校に行く人もいますけどね。そういう意味でですね、やっぱ奈良県の将来ということに対してですね、やっぱりどこで働いていようと、やっぱもっと関心を持っていただかなきゃいけないというふうに思います。で、先ほども申しましたように、これまでは官僚か県職員の出身の知事を、多くの政党が担いで団体が推薦して、そういう政党組織団体に配慮したような政治がずっと続いてきたと。しかしながら、それではですね、自利品になっていると。全然そのなかなか将来に明るい希望を見出せるような兆しがないという状況になっているわけですね。ということは、これまで、その奈良県政にあまり関心を向けなかった人もですね、今立ち上がって私はこう奈良県政をしていきたいということを言っていかないと、本当に取り返しのつかないことになるんじゃないかと。この変化の激しい時代にあって4年という期間は決して短くはございませんので、で、自力の奈良県を挽回させるのもですね、それは手を打つのは早ければ早い方がいいので、ですからこれまで県政のことはお任せしてたという人たちが目覚めてですね、自分の意見とかをちゃんとその一票に託してですね、そして奈良県のあるべき姿を共に考え、そして選挙に行って、その後もちゃんと自分も行動するというような、そういうオール奈良県民の県政に変えていくのかどうなのかと、そういうことが問われている非常に歴史的な選挙だというふうに私は思っております。一言でちょっとセンセーショナルな言い方かもしれませんけれども、今回の選挙は組織対県民の戦いだとこういうふうに私は思っておりますので、そうした今回の選挙のですね、意義をご理解いただきまして、今日ここにいらっしゃっている皆さんは非常に奈良県の行方に対して関心の高い方が多いはずだと思いますので、ぜひ周りに口コミでですね、今回の選挙は大事な選挙だよということでですね、少なくともちゃんと投票に行くようにですね、訴えていただいて、今回の奈良県知事選挙は本当に奈良県を決める、そういう大事な県民の選択の機会となることを祈っております。以上です。はい、ありがとうございます。それでは続きまして岩崎様、よろしくお願いいたします。
まあ、概ね今山下候補が言われた通りなんですけども、私今日ここ出て、まあ、2回目なんですけども参加したのは、まあ、非常に尊敬しております。基本的に、まあ、36歳40歳私は今回はもう兵役だと思って、私の家にはあの日露戦争の時のあのあれですね、ラッパがあるんですね。戦闘機ラッパが、うちのひいじいさんがあの203高地ですね、そこであのうちのじいさん2つ大学出てたんで、あのちょうどあの映画203高地ってやつと全く一緒で、あの大学出た人間はこう軍服からこう馬から拳銃から全員の自費でやれば1年徴兵って言って士官扱いになるんですね。でそれで行ってたんですけども、もうほとんどみんな死んだんです。基本的に1万数千人いたのが6000人ぐらいしか残らなかったと。でそれに比べれば私はまだマシなんで、今回は一度だけということで、一度だけというか、まあ、受かったら多分皇居の出なんか決まってしまえばもうやめられなくなると思いますけど、結局のところもすごく嫌だったんですけども、先ほど言った通り恥ずかれても仕方がなくやってるわけで、それに比べて自発的にやられてるの大した、私尊敬してるんです。本当に私は一回も駅に立ってないです。大内駅で山下候補立ってんのをうちの調査官が見て、で15年連続人口減ってるっていうのをやってて、あ本当は僕が言わなきゃいけないの山下さんが言ってるなと思って本当に感謝してるんですね。いや本当に感謝してるんですよ。私はそんなアホなことできるかと思ってるわけです。基本的にそんな罰ゲームなんです。私にとってみればここに立ってるのも、しかしそれでもやらない、誰かがやらなきゃいけないんでやってると。そして同時に、まあ、選挙始まるの分かりますけど、奈良県っていうのは4区に分かれてるわけですね。小選挙の場合4つの部隊をそれぞれ番章をつけた、まあ、ウグイス城ですね、まあ、ウグイス城じゃないんですけども、こういう部隊を配置してそれをディスプレイ上に移してやると。でこれも昨日のある大きなマスコミが来てて、帰ったの夜の9時ですよ。9時、もうそれまで私あっちこっち行って、で結局そういう思いを多分同じようにされてると思うんです。基本的に結局あの例えばあの卒業証書のコピーが欲しいだとか、船舶免許のコピーが必要だとか、無線の一級の免許が必要だとか、ほんまに150万ドルの資本金あるのかとか、さっきの言ったら1000億円持ってくるっていうか、その根拠は何かとか、それ全部調べてくるわけですね。で仕方がないとそれは私それ見せますけども、マスコミの方に。それからコピーも渡しますけども、こんな思いまでしてやらなあかんのかと。で私シンガポールの方の会社も全部処分してきたわけですね。なんでかというと、もし受かったら資産公開でややこしいことになるわけです。なんでかというと、こんな感じで動くわけですね。今円だってちょっと前までは70円とか80円だったのがもう120円だと。こんな思いまでしてやってるこの若い2人が非常に私は尊敬してます。だから、まあ、先の話になるんですけども、愛知県の選挙の場合投票率知事選挙 34% なんですね。 34% どれだけ悲惨なことかというと、30人クラスで5人か6人 の、 あの川崎国っていう問題がありましたけど、丸書きがいればそれ全部仕切れるってことです。基本的にそこまで、そんな状態だからこんなふうになっちゃったんです。みんながここにいる、みんながもしくはこの先も言った通り普通の人々が困ってるんなら、女の人が困ってるんなら、選挙に行けばおそらくはもうちょっとマシなことになったんじゃないかと。で今回奈良の選挙は珍しく、愛知の選挙の場合は和歌山もそうです、現職ともう一人しか出ないわけですよ。もうね、アホらしいって誰も行かないわけです。でも今回は選択肢が4つもあるわけです。こんな選挙多分ないです。私落ちたら、あの父親が死んだらもう家売って、ね、海外譲るって言ってますので。ただし今回は先ほど言った通り選択肢が多いんです。基本的に36歳で言ってもいますし、44歳46歳形であるんで、まあ一つお願いするとすれば、ぜひとも今回は選挙に行ってください。それだけです。ありがとうございます。それでは最後に谷川様、よろしくお願いいたします。本日はあのこのようなあの場を作っていただきまして、あの JC の皆さんに本当にあの感謝申し上げます。そしてあの今日お越しいただいた皆さんもあの本当にありがとうございました。考えながら喋りましたので、十分伝わらなかったところもあるかと思いますが、全力で頑張っていきたいなと思えた討論会でした。ありがとうございました。私は生まれは大阪で、育ちは神戸で、大学を京都で過ごして、就職がきっかけでこの奈良に来させてもらいました。実家が神戸にありまして、1995年の阪神大震災の時は高校1年生でした。その時に初めてボランティアに取り組んで、多くの皆さんが本当に献身的に活動を進めておられることに本当に感動して、まあ、人の役に立ちたいということで、まあ、そのことが原点となって、まあ、今につながるのかなと思っています。それから、この原発の問題もやはり東日本大震災、福島第一原発事故が起きてですね、やっぱり自分も何かしたい、皆さんもそうだったと思うんですが、何度も東北に足を運びました。でやっぱり、まあ、子供もおりますもんで、命と暮らし、
守るためにも原発はなくさなければという思いで、まあ、同時に、自然エネルギーも爆発的に転換していかなきゃいけないという問題はありますが、まあ、原発から撤退ということを政治決断させるということが、まあ、本当に大事だと思っていまして、今も毎週金曜日ですね、6時半に JR 奈良駅に集まって関西電力奈良支店前までの往復のデモ行進をやっております。やっぱり現場の頑張っておられる方がですね、どういう思いで頑張っているのかということを最前線で活動していきたいということで、日本共産党の候補者として頑張るということも決意をさせてもらいました。そして消費税の問題にしても憲法9条の問題にしても原発の問題にしても政治的な足場の問題でありますから、これに対してどういうスタンスかということが大きく問われてくると思います。政治家としてはその点ですね、新井知事は安倍内閣に対して速やかに消費税を 10% にと言っています。その点で私はもう絶対ダメだという立場でありますけれども、命と暮らしを本当に守るためにはどうすればいいのかということをとことん突き詰める政治が必要だと思います。投票率が低い、関心がなかなか持てないという方もおられると思うんですが、それはその人が悪いんじゃなくて、そうさせてきた政治が悪いわけですよね。やると言ってやらなかったり、やらないと言ってたことをやったり、政治で一番ダメなことがブレるということだと私は思っています。その点日本共産党は92年間党を作って一貫して、戦争反対ということを貫いてまいりました。私は今36歳で、36歳が言うのもなんですが、本当に多くの皆さんに支えられて歩んできた党としてですね、この奈良でも頑張っていきたいと思っています。また皆さんの思いもよく聞かせていただきながらですね、ご一緒に政治を進めていくということで頑張っていきたいと思いますので、どこかでお会いいたしましたら手を振っていただけたら嬉しいかなと思っています。今日はありがとうございました。3名のパネリストの皆様、本当にありがとうございます。この短い時間の中でご出席の皆様方の十分ご発言いただくことは不可能であることは十分に承知しております。また聴衆の皆様もお聞きになりたいことが全てお聞きになれたとも思っておりません。しかしながら市民の手でこのような機会が設けられたことは、必ずや間近に迫った奈良県知事選挙へ影響を与えるものと確信しております。また政治を他人事にすることではなく、自分たちの手で良くしていくんだといういい意味での国民の確保につながるのではないかと考えております。本日は大変お忙しい中ご出席いただきましたパネリストの皆様にお礼を申し上げますとともに、最後まで熱心にこの討論会をお聞きいただきました聴衆の皆様方にお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。それではパネリストの皆様、コーディネーターが退席されますので、皆様拍手でお見送りくださいませ。ありがとうございました。この皆様にお願いがございます。本日入場の際にアンケート用紙が配られたことと思いますが、今後の活動の参考にさせていただきたいと考えておりますので、ぜひご回答いただき、お帰りの際に出口にて回収させていただきますのでよろしくお願いいたします。それではこれをもちまして奈良県知事選挙における公開討論会を閉会いたします。皆様お気をつけてお帰りくださいませ。ただいまをもちまして奈良県知事選挙公開討論会日本青年会議所奈良ブロック協議会による開催を終了となりました。どうもありがとうございました。